これから向かうのは西カリアリにある辺境の都市である。ここにはもともと我が軍の捕虜収容施設があったが、サイフェルトに奪われてからは彼らが使用していたらしい。我が軍はこの方面で攻勢に転じたのだが、その際に逃げ遅れた敵軍の一部がこの町に立てこもった。そしてこちらが包囲すると、こともあろうに一転して捕虜収容所に立てこもり、そこにいる我が軍の捕虜たちを人質に取った。彼らは捕虜と引き換えに自分たちの身柄の安全を要求している。しかしそのような卑劣な要求を飲むわけにはいかない。そこで救出作戦が我々に回ってきたわけだ。なるべく少数による救出部隊を結成して救出に当たってもらいたいというのが司令部の意向である。ただし捕虜収容施設は高台にあるため、敵からの視認性は非常に良い。まずは十分に現場を見てから作戦を練り実行することとする。本作戦の目的は我が軍の捕虜の奪回にある。そのため空爆や援護砲撃など施設に危害を及ぼす危険性のある手段は排除しなければならない。そこでローダーによる救出作戦を展開することとする。ただし敵もローダーによって監視していることが予測されるため、迅速かつ慎重な行動が求められるだろう。なるべく敵を混乱させるような作戦が取れれば救出もたやすいと思われる。また救出用のトラックは走行が薄いために決して敵に近づけさせてはならない。要注意である。なお作戦時間を過ぎても人質を解放できない場合は、捕虜の救出より敵の掃討を目的とした作戦が展開されることになる。そうなれば捕虜の中に多数の犠牲が出るだろう。それを防ぐためにも何としても人質を救出しなければならない。敵兵力について報告します。敵は残党ですので戦力的にはさほど脅威にはならないでしょう。ただし敵もそれを知っているから人質を取っているわけであり、慎重に作戦を進めるようにしたいです。現地の部隊からの報告によると、敵はローダー部隊が2から3個小隊、戦車部隊1個小隊、車両部隊2個小隊という戦力のようです。ただまだ隠されている戦力があるかもしれないので注意しなければなりません。敵はあくまでも人質を確保することに固執するだろう。人質を無事助けたいと思ったら複数のところで同時に騒ぎを起こせばいい。敵はどこに向かえばよいのか分からずに右往左往するはずだ。その隙に人質を奪取することができるだろう。とにかく敵のローダーを倒すか収容所から引き離してしまうことが先決だと思うね。くれぐれも人命第一に行動することを心がけてくれ。
作戦計画の立案を行います。各部隊の配置と任務を決定してください。小隊編成を始めてください。部隊編成を開始してください。小隊編成を始めてください。
部隊編成を開始してください。システムメニューを開きます。セーブします。これより作戦を開始する。準備はいいか？ただいま到着しました。第177特務大隊ドールズ隊長、フェイエンノールであります。現在の状況を教えてください。人質の様子はどうですか？これより人質奪回作戦を実施します。敵の配置はどんな感じですか？なるほど。なるべく奴らに気がつかれないように近づき、監視役のローダー同士が連絡を取らないうちに同時に速攻で倒すのが得策でしょうね。敵に見つかった。全機警戒。敵に見つかった。全機警戒。敵ユニット確認。パッシブセンサーに反応しました。嘘、見つかったの？やばいやばい。パッシブセンサーに反応。失敗した。
敵ユニットを確認しました。敵ユニットを確認しました。敵ユニット発見。敵ユニット発見。敵ユニットを確認しました。弾がないですね。相談しなきゃ。あれ?もう弾切れなの?もう、最低だわ!ガンダースゼロ。
敵機発見。パッシブセンサーに反応。失敗した。パッシブセンサーに反応しました。敵ですね。敵ユニット確認。敵ユニット確認。敵ユニット確認。任務完了です。もっと任務完了しました。これから任務完了した。これ任務完了しました。これより帰投します。皆さん任務完了です。これより帰投します。ご苦労だったな。疲れたろ。まさか捕虜の中にお前たちがいるとは。隊長ありがとうございました。お久しぶりです、隊長。疲れただろう。うちに帰ってゆっくりと休め。なんだその目は。あのまた前みたいに隊長と一緒に戦いたいです。
ダメでしょうか。まったく、そんな目で見るな。わかったよ。申請は私から出しておく。仲間に挨拶してこい。はい。ありがとうございます、隊長。